栗山監督はヒーローのように大谷翔平を悪い奴から守るため、外出制限と事前報告するように指導した。大谷翔平の二刀流が実現できる筋肉は、専門家でも宇宙人みたいと話し、解説できないほどやばいことが判明した。大谷翔平が女子アナや他の女性たちから猛アタックを受けていたので、球団が全力でブロックしていたが、テレビ番組に出演した際、マツコやテツコにめちゃくちゃ触られてしまった。栗山監督は大谷翔平が MLB 挑戦が決定した際に、もう二度と一緒にやりたくない、と本音を話していた。WBC で世界一を一緒に成し遂げた時、栗山監督は大谷翔平のことを、野球界の宝以上の宝、怪我をされたら命を取られてもすまないと恐れていた。